チニブリ、今日も行く。まだセンター岡林にしないのか。2点目って防げたの？知らんけど。奇跡的に2点で済んだ。2点かとりあえずは致命傷で済んだな。カレステ最近ゲッツー多いし守備やらかしたしも活躍してきた貯金だ、そこをつきそう。ハブもまだまだなところあるけど緊急登板でいきなりエラーはかわいそうではある。2点ならまだわからんな、恐竜打線だし。エラーがなきゃ無失点だった。逆にこんなクソみたいな展開でよく2点で収まったわ。まだ試合は壊れてないな。涌井でも2点取られてたかもしれんし。もうハブもいっぱいいっぱいだろ。緊急登板の中ようやった。大山歩かせてれば無失点だったかな。うちの打線の場合2点がデッドライン3点取られたら死亡。とりあえず致命傷で済んだな。D 戦ではショートカリステを唱えてましたな。2点で済んだけど守備が B クラス。でだったら4点ぐらい取ってたわ。急増センターなんて連携取れるわけないやん。中日の攻撃はオール初球打ちの3球で終了とかやめろよ、ハブかわいそす。よく2失点で済んだよ、カリステは今日2本ホームラン打て。ご視聴ありがとうございました。